大熊和姫は、日本の政治家、医師、自由民主党所属の衆議院議員、厚生労働大臣政務官、自由民主党青年局顧問、日本外科学会指導委。所属委員会は、議員運営委員会、内閣委員会、厚生労働委員会、科学技術イノベーション推進特別委員会、政治倫理審査委員会、兵庫県甘崎市出身、 箱館テラサール高等学校、聖マリアン内科大学医学部卒業、京都、大学大学院医学研究改良経済学部野や、博士、家庭研究指導認定大学大阪大学医学部、付属病院にて第一外科に入局後、国立呉病院中国地方がんセンター、大手前病院、宝塚市立病院、大阪警察病院で、それぞれ勤務。 京都大学大院に進学後は、高槻病院や大阪医科、大学健康科学クリニックで非常勤医師として、ん診療に従事した。京都大学大学院医学研究会医療経済学、分野博士課程に進学し、厚労省班研究を、はじめ主に医療の質的評価や改善についての研究を行い、衆議院議員に当選したため、単位取得認定退学している。 2012年12月、自民党の衆議院議員であった松並健太の離党に伴い、自民党より急遽擁立されたが、衆議院解散後の公認決定となり、第46回衆議院議員総選挙では、自民党公認で大阪塾から立候補するも、日本維新の会の現職、松並健太に敗れ、落選する。2014年12月、 第47回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪10区から立候補し、当時の民主党の現職、辻元清美に敗れたが、比例復活で当選した。2017年10月、第48回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪10区から立候補し、立憲民主党に倉返した辻元に再び敗れた、ものの、比例復活で再選。 大熊が代表を務める自民党大阪府大住選挙区支部が2015年6月9日政治活動費として安国神社への初保料1万2千円を支出していた大熊の事務所は事務処理上のミスで訂正するとした主に消化器外科乳腺外科など手術診療や大学院での医療経済学の研究を通じて最終的には政治による医療政策 社会保障制度の改革の必要性を痛感したとしている。ありがとうございます。